じゃあ、さっきの準備した、風鈴に準備したパーティクルを全部書き出したものがあるので、これをもとにタッチで再生するっていうのをやっていきたいと思います。でも一応ここからはハンズオンでできるとこまでやっていけたらなと思うので、もし一緒にできる方は手を動かしていただけると幸いです。じゃあまず最初にベースコンプを作ってもらって、この中にさっき書き出したものが、タッチデザイナーサンプルアセッツフォルダの中に入っているので、それらを、タッチデザイナーに取り込みます。で、一番最初のバットの例だと、シェーダーで動かしてたと思うんですけど、この一列ずつ舐めてってアニメーションさせるっていうのを、今回は、チョップを使ってやって、それをインスタンシングして再現するっていうふうにやっていきたいと思います。なので、クロップトップを出してください。で、一応今回、フーリーのフレーム数とタッチのフレーム数を600で統一しているので、600、600で統一しているので、今回このフレームで動かすようにしたいと思います。で、あと動かすときは、今回フーリーでベイクしたやつの FPS が多分、30に設定してあるので、タッチの方もこれ使うときは30に設定してください。というか、揃えて使うようにしてください。なので、タッチで60で動かしたい場合は、こっちで 60fps で作るみたいな感じです。設定したら、コンスタントチョップを作って、これの値に me.time.frame を入れます。で、入れられたら一応塗るをつないで、クロップボトムとクロップトップのところをそれぞれピクセルにしてください。ここですね。クロップのここを F じゃなくて P。で、塗るのやつを、クロップトップのクロップボトム、クロップトップのパラメータに割り当てます。そうすると、まあ、ちょっと見えにくいんですけど、一列ずつこう切り取られてって、色が変わってるのがわかると思います。で、これが、確か、今600、縦600ピクセルなんですけど、このクロップボトムとクロップトップの範囲が1から600じゃなくて、0から599なので、ここで me.time.frame のところをマイナス1にして、範囲を合わせます。で、トップを最後塗るにつないでもらって、今度これをチョップ化します。
チョップのトップトゥで、これで、チョップ化できたので、今回これが P と P スケールなので、RGBA をそれぞれ名前を該当するのに直しておきます。で、今度これをインスタンシングしていきます。フーディニと同じスフィアを用意して、フーディの大きさが 0.01 だったので、だいたい合わせてこっちも 0.01 に合わせます。で、このスフィアをジオメトリーコンプにつなぎます。で、あと、基本的にインスタンシングの手法は全部一緒ですね。インスタンスのインスタンシングをオンにして、ソースのチョップをデフォルトインスタント OP 設定して、それぞれ該当のアトリビュートを設定。人出てきた。そうするとこういうふうに風鈴と同じものが再生されます。あ、でもこれ逆ですね。逆なのでここの方でマスをマスチョップを挟んで範囲を逆転させます。これが今0から599なのでレンジで0から599を599から0に。これでフーディニと同じものがタッチで再生されるようになります。で、あ、忘れてた。あと1個。これ使うときに、語文の設定で、スムースネスを、最初インターポレートになってるんですけど、ニアレストピクセルっていうふうに変えてください。なんかデフォルトだと、その画像をきれいにするために保管みたいのが入ってるんですけど、ニアレストだとそのまんま表示みたいなふうになるので、ちゃんと書き出した通りに厳密な値がちゃんとこっちで再生されるようになるので、これを使うときは、この辺の設定をインターポレートじゃなくてニアレストに変えておいてください。で、これができたら、基本的にあとはコピーで作っていきます。で、こっちはカラーなので RGB。 最後ここでマージしてこのチョップにします。で、インスタンス2の RGB。 そうすると色もここでフーディニと同じ色がつくようになります。なので残りの、パーティクルも同じように作っていきます。基本的には多分コピーで大丈夫で。これが N なので VY
パーティクル2のやつが、フーディーだと、ソップをちょっと加工して、これをインスタンシングさせたので、今度、このフーディーに作ったオブジェクトを、これはタッチで持ってって、これをインスタンシングしたいと思います。なので、持ってき方は、ここにキューブアウトっていうのがあるんですけど、持ってきたいオブジェクトのノードを選択して、右クリックで、セーブというのを選んで、セーブジオメトリー。で、ここで、まあ、何でもいいんですけど、test.bh クラシックっていうのが結構フーディンとタッチ感をなんかやり取りする場合はよく使われます。なんで拡張子を bh クラシックっていうものに設定してください。アクセプトしてすると、ここに保存されるので、それを読むと、フーディーに作ったオブジェクトを読み込むことができます。で、BH クラシックで書き出すときの注意は、最後にフーディニ側でリバースソップっていうのをつけて、この方線を逆転させてください。そうしないとタッチ側で中方線がバグるので、これを挟んでから書き出すようにしてください。で、書き出したら、今度はこれを、また同じようにジオメトリにつないでインスタンシングしていきます。フーディーニから持ってった N の情報は、このインスタンス2のローテートトゥベクター XYZ にそれぞれ入れてください。フーディーニの、コピートゥポイントとかコピースタンプソップだと、N のアトリビュートがあったときに、自動的にその N っていうアトリビュートに基づいて、こういう方向を勝手に、インスタンシングときに適用してコピーしてくれるんですけど、それが、このタッチデザイナージオメトリーでいう、この VXVIVZ になります。これです。コピーとインスタンスポイントアトリビュートっていうところの、今ちょっと共有します、ね。これがなんか自動的に適用されるアトリビュート一覧なんですけど、N ってところを見ると、このオリエントがないときに適用されるアトリビュートとして、このオリエントっていうアトリビュートがなくて、かつ N っていうアトリビュートがあったときに、このコピーの方向として、この N のアトリビュートが参照されて、フーディーニだと適用されます。なので同じように、ジオメトリーの場合は、ローテートトゥベクターっていうところで、N を設定して、やると、
向きが変わります。じゃあパーティクルの2もできたので、最後パーティクル3のプレクサスを作っていきます。そのままコピーして、これのアルファにレングス、で、チューブソップを置いて、適当に細さを設定し、ジオメトリーコンプを出して、インスタンシングしていきます。そうすると、あ、で、この時にこのローテートトゥベクターオーダーっていう設定をローテート前ローテートトゥっていう風にしてください。多分これ、このローテートトゥー、全ローテートというかデフォルトだと、多分長さが変なことになるので、これが多分いつこのローテートトゥーベクターの適用をどの段階でかけるかっていう順番なんですけど、これが多分最新版で名前が変わったっぽくて、1個前以降だと多分デフォルトプレローテイトポストローテイトみたいな名前だと思うんですけど、なのでサンプルの方ももしかしたら最新版じゃない方はこのプレクサスのやつがのスケールが合ってないかもしれないんですけど、その方はプレクサスのインスタンシングのここがローテート前ローテート2か最新版じゃないかとはプレローテートになっているのを確認してください。大丈夫ですかね。大丈夫ですか。あ、できた。ありがとうございます。はい。受講してる人もできたっすかね。皆さんどうでしょうか。どうでしょう。
ごめんなさい、インスタンスの、あの、チューブの、はい。チューブのインスタンス多分見ていいですか？はい。あ、チューブ。あと、チューブを今これ Z 軸にしてます。あ、そうだ、それだ。でスケール XY が P スケールで、スケール Z だけレングス。なるほど。あとチューブのラディウスだけ補足してます。はい。大丈夫ですかね。なんか書いて、あ、大丈夫。なんか、チューブの回転方向が変な。ローテート、トゥーゼンローテート。なんかチューブが変な感じですか？なんか頂点と頂点につながってないですね。頂点と頂点につながってない。トップはあれですか？ニアレストピクセルになってますか？あ、そっか、そこも見てる。あ、直った。ありがとうございます。よかった。これをしないとなんか微妙に位置が変わるので、なんか、うん、OK です。はい、すごい動いてる、飛ばしながら。これで一応再現できたんですが、これ講義6時まででしたっけ？はい。どうしようかな。とりあえず逆は置いときますね。で、あと一応今回こういうふうに作ったっすけど、読むテクスチャを読む方も docs を作っておいたので、もし使い方がいれば使ってください。ドックスがファイルのタッチデザイナードックスファイルの中に入ってます。ありがとうございます。で、フーディの無料版で使った方は nc.docs って方を使っていただいて、まあ、今回のサンプルだと普通に問題ないはずなので、普通のリードアトリビュートテクスチャーっていう方をもし使いたい方がいれば使ってください。で、使い方としては一応3つまで入る、テクスチャーが入るようになってるんで、合計で
12個までのアトリビュートなら、まあ、1個のパーティクルとして設定することができます。で、それぞれこれをつないでもらって、インプットのところで、アルファを使いたい場合は、ユーズアルファのトグルをオンにして、キースケール。で、今回、2つまで使うので、enable input2 っていうのをしていただいて、input2 を有効にして、こっちに、カラーなので RGB。で、これから出たチョップをインスタンシングのソースにすると、同じように動きます。で、一応プレイモードがいくつかあって、ループっていうのと、オンリーワンス、1回だけ再生するっていうのと、ロックとトゥータイムラインっていうのがあるので、これで好きな再生方法に切り替えられます。適当にカメラとレンダートップをセットしてもらって、で大体同じような見た目になってれば OK です。やってます。楽しい。ありがとうございます。でどうしましょう。多分こっからサンプルのやつ通りっていうのをハンズオンでやると間に合わない気がするので、こっからちょっと口頭で解説っていう感じでも大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。サンプルプロジェクトっていうのを開いてもらって、で、ですね、質感は、PBR マテリアルを設定してます。で、PBR と、エンブライトですね。エンバイロメントライトを使って、質感と反射みたいなのを設定してます。で、このエンブライトのテクスチャーが、多分これもよく使われるんですけど、HDR i Heaven っていうのがあって、ここで結構高品質な、この PBR 用の HDR 画像がダウンロードできるので、もし興味ある方は使ってみてください。で、今回もここからダウンロードしたのを使ってます。これのスタジオ、多分この辺のやつをダウンロードして使ってます。で、地面はフーディニじゃなくてタッチデザイナーだけでセットしてます。グリッドをつけて、これも PBR で質感と、あとこの地面の起伏。起伏もテクスチャーの
これですね、ハイトマップってとこで設定してます。で、起伏はしててほしいけど、真ん中の散らばるとこは平らな地面でシミュレートしたので、真ん中のところはタイム、平らになってほしいと思ってたので、このランプとノイズを合わせて、真ん中だけ黒。黒っぽくなって、で、白いとこが起伏、高くなる場所、みたいな画像を作って、なんで、この、ここの部分がないと、うん、真ん中の部分も起伏しておかしなことになるんですけど、ここで、真ん中の部分だけ平らにして、一応整合性を保ってます。で、この高さみたいのは、まあ、トップをいじってもいいですし、PBR のディスプレイススケールっていうのをやると好きに高さを変えることができます。で、使い場合は多分ここ最初オフになってるんで、イネーブルハイトマップっていうのをオンにして使ってください。で、あとはそうですね、ライトを何個か3等ぐらい置いて、それぞれ微妙に色を変えて、だいたいこの真ん中の人と、あとはこの後ろのサイコロみたいなパーティクルに光が当たるように設定してます。で、あとレンダリング後のポストエフェクツなんですけど、アンビエントオクルージョンで、まあ、すごい雑なんですけど、影みたいのをつけて、このブルームっていうので、なんか光みたいのを、こう、光が、なんていうんですかね、色の値が高いものはこういうふうに眩しくなってみたいのを、このブルームトックスで設定してます。で、これが、比嘉さんって方が作った方なんです。作ったトックスなんですけど、今回許可いただいて使わせてもらっているので、多分他の人が使っても大丈夫です。で、トランスフォームでこの背景の色を設定していて、微妙に青っぽくなるように設定しています。ほぼ黒に近いんですけど、背景微妙に青にしてから、このランプでなんかビネット効果とかって分かりますかね。こういうカメラとかで撮るときに、昔のカメラとかで撮ると、こう、周りだけ暗くなって、真ん中明るいみたいなのがあるんですけど、それを、ランプトップで真ん中が白で、周りがちょっと黒になるように設定して、マルチプライでかけて、その質感みたいなのをつけてます。これがないと、ちょっと神秘的な感じになるように設定してます。で、同じようにこれもランプトップで、今度ブラーですね、ルマブラーっていうのを使って、微妙に真ん中のところはかかんないけど、この白い部分だけちょっとボケがかかるように設定をしています。なので、今ここの頭の部分がちょっとボケてる感じで、ないとこんな感じです。やっぱなんかボケてるとこと、
ちゃんとピントが合ってるとこみたいのを、まあ、なんちゃってでもいいので設定すると結構質感が上がるのでおすすめです。最後ノイズで、まあ、多分ほとんどわかんないんですけど、微妙に質感を荒くして完成っていう感じです。なるほど、そんないろいろやってたんですはい確かに地面起伏ある。ちょっと気づかない、結構暗めに作ってしまったので分かりづらいかもしれないんですけど、でも結構切り替えてみるとなんか分かりやすくて、おー、かっこいい。そこで踊ってるって感じですね。やっぱ起伏ないよりもあった方が多少あるとないとで比べると結構質感変わったりするので、やるといいと思いますありがとうございます。で、あとはそうですね、最後一応言っとこうと思うんですけど、再三言ってるように多分普通だとフルハイじゃなくてハーフ HD までしか無料版だと書き出したり読んだりできないので、粒いっぱい飛ばしたい方は課金して飛ばしましょう。本当ですねだからいっぱい飛ばしたくなりますね。なので、最後まとめなんですが、冒頭で、まあ、なんでフーディニとタッチを連携させるのかって説明したときに、まあ、外部ツールと組み合わせて強みを生かしつつ、まあ、苦手な部分を補うことで幅広い表現ができたらいいねって話をしたんですけど、まあ、今回のだと基本的にフーディニのサンプルをタッチに持ってきましたってとこで、終えてあるので、ここから先例えばなんだろう、タッチに持ってきた時点でタッチの恩恵はいろいろ受けれるので、まあなんだろうな、 B スケールを音反応にしてみたりで大きさを変えられる、変えてオーディオリアクティブにしてみたり、いろいろ多分改良はあるので、さっきなるみさんからちょっと質問があったんですけど休憩中にそう、なんか色を変えたいってなったら別にタッチに持ってきてあるんで、こう変えたらなんか好きな色に変えたりとか、まあ色ぐらいだったらむしろタッチ側で設定したりしてもいいかもしれないんですけど、いろいろできるので遊んでみてください。はい。で最後、もし今回のワークショップで、まあ、なんか他の今回のトピックについて他のことを学びたいみたいな、フーディニかけるタッチデザイナーみたいのをもう少し勉強したいとか、まあ、今回のワークショップ分かりづらいわみたいな思った人は、ちょっと何個か同じようなトピックのチュートリアルを上げておいたので、まだ見てない方は見るといいと思います。で、これがあれですね、無料なんですよね、こっちは。はい、無料で。そう、TDSW が無料で公開しているフーディニタッチデザイナーの結構なボリュームのやつがあるので、また今回とは違うアプローチでフーディニのシーンをタッチで再現するってことをやってるので、結構興味ある方はやってみるといいと思います。ここ登壇されてたお二人、今日見てるんで、本当になんかありがとうございます。このばっかりで改めて。めちゃ見られてます。一人は今、隣の部屋にいます。あ、そうなんですね。もうこれ、内場会みたいな。ありがとうございます。いや、それも今ならできるかも、これ。もう一個、神田さんっていう、ケザードリックスっていう
名前で活動してる神田さんって方が昔 TDSW でやった、まあ、フーディーだけじゃなくてサブスタンスとかいろんなツールを持ってきてタッチデザイナーをの表現を拡張しようみたいな TDSW の講義があるんですけど、これが今あれですかね、パトレオンの移行中。そうですね、ちょっと月額に始めちゃったので単品販売をちょっと止めてしまってて、今年中か今年明け来年頭目標にちょっと過去の単品販売してたやつは出せるようにいろいろ整えたいと思ってます。貴重な機材ですので、あれ多分今は多分一時的に見れないんですけど、後々パトレオンに入ってる人は見れるって感じですかね。はい、そうです。なので、まあ、興味ある方はこれを見てみるといいと思います。その他フーディニの方のチュートリアルとか解説資料みたいので、まあ、おすすめっていうか何個か挙げておいたので、まあ、参考にしていただけると幸いです。